さあ各マシンエンジンに火が入りまして、さあグリッドを離れていくか。さあまだゼッケン24番の田中ですが、クルーが押し掛けをしていく中、かかったかかかったかどうかな。24番田中照久のマシン、1コーナー手前で田中のマシンがストップをしてしまったか。3番手スタートの田中照久、エンジンに火が入りません。さあその田中を除いた12台がモナコヘアピンに差し掛かってきまして、隊列を整えていきますが、さあイエローラインを通過をする中、早くももう一周のサインが送られました。さあ今田中のマシンですけれども、どうやらなんとかエンジンに火が入りまして、遅れながらローリングへと入ってきています。さあフロントローは東と中田のこのフロントロー、田中が遅れておりましたが、田中は今バックストレートで赤バッテンを受けてしまいましたので、隊列最後尾につくということになります。おさあコリドーに入ったところで、ゼッケン34番の木村がすっぴん後ろから押されてしまったか。さあローリング中ではありますが、ブッシングがあったか。さあ木村のマシン押し掛けをしていきます。さあローリングのペースがまだ非常に速いということで、スタートが切られません。さあイエローラインを通過して、ようやくブラックアウト、シグナルが消えました。スタートが切られていきます。20周のこのディビジョン2、スタートが切られました。さあ遅れていたこの2台も今スタートを切っていきます。さあまずはホールショットを取っていったのはポールスタートの東、そしてその後ろ2番手には今川亮太でしょうか。さあその今川が早くもバックストレートエンドを6コーナーヘアピンでトップ、東のインサイドを奪っていきます。しかしモナコヘアピンでは東も粘っていこうと。さあサイドバイサイド状態。さあ東、今川、そこにゼッケン43番の中田も加わってのトップ3。さあ中田が1コーナーで前に出ていけるか。3番手でコントローラインを通過した中田雅也ですが、さあこの中田がトップに立ってきます。さらにその先頭集団3台の後ろ、4番手にはゼッケン26番の金子周。さあこの金子周を今6コーナーでまたここもポジションが入れ替わったか。ゼッケン6番の山下優ですが、山下後方からのスタートでしたが、2周終了時点で4番手と上がってまいりました。ゼッケン6番の山下、ポジションを大きく上げまして現在4番手あたりと、ポジションを上げてきておりますが、さあその山下はもうすでに3番手ですね。ゼッケン、6番3番手に上がっています。
さあ目まぐるしくトップが入れ替わる中、これでゼッケン38番の今川亮太がラップリーダーで、2番手に山下優、3番手が中田雅也、4番手に東幸太郎と、ポールスタートの東は4番手にドロップです。5番手が高橋直人、6番手に吉田香織、吉田も後方からのスタートでしたがオーバーテイクをしながら前に出てきています。さあまずは先頭集団3台、少し間を空けてのセカンドグループは2、4、6、8台でのセカンドグループ。さあ東がこのグループのリーダーに立っています。東の後ろに高橋、そして吉田と続くセカンドグループ。トップ争いですが、トップは5番手からスタートを迎えました今川亮太、その今川の後ろに山下優もぴったりと張り付いてきています。さあその山下ですけれども、ここまで唯一の40秒台にラップタイムを入れてきました。3番手の中田をじりじりと引き離しながら前2台、今川と山下が40秒台のラップに入れてきます。このペースに続いて食らいついていけないのがゼッケン43番の中田、少し前2台から間を空けられました。さあその中田の後ろですが、4番手にはゼッケン22番の東幸太郎、さあ2コーナーでここでトップが入れ替わったか。ゼッケン6番の山下がついに今川を捉えまして、前に出てきました。12番手スタートというポジションから7周目、ついにラップリーダーに立ってきた山下優。まあ、今日ここまでのレースでは悔しい思いを重ねまして、逆に言えばタイヤの美味しいところが残っていたということなのかもしれませんが、非常に速いペースでさあトップに立ってきます。後ろ今川を従いながら7周終了、8周目。さあこれで前の集団ですが、2台2台3台というようなグループ分けになってまいりました。山下今川のトップ争い、そして3番手争いはサイドバイサイド状態になっています。ついに東が中田を捉えまして、3番手に浮上してまいりました。さらに3台パックがゼッケン25番の高橋直人を先頭に、吉田香織、そしてゼッケン14番の小松響といったあたり、ここは3大パック。さあこの3大パックが前の3番手争いに加わっていきそうな勢いになってまいります。前2台ですが、3番手争いの東とそして中田がフロントローを分け合ったこの2人が3番手争い繰り広げておりまして、その後ろゼッケン25番の高橋が近づいてきます。
さあようやくこれでレース中盤折り返しを迎えました。11周目に入っています。終始変わらずトップ争いはテールトゥーノーズ。第2グループまでの3番手とのギャップを3秒8というようなギャップ。さあこの3番手争いですが、5台のパック、5台に膨れ上がったこのパック、少しポジションを落としているのがゼッケン43番の中田ということになってしまいそうですが、さあ中田もこの集団の中からバトルに揉まれて前に出ていかなければいけません。現在3番手にはオールスターとの東、現在このトップ争いの山下と今川ですが、ペースは40秒8、そしてその後ろの3番手争いの集団は41秒台でのラップという中、ゼッケン51番の吉田香、現在5番手につけている吉田香はトップと遜色ないタイムで走っています。さあその吉田が目の前を行く高橋の後ろ、近づいてパスしていくことができるか。この長丁場20周のこのデビツーレース、さあこのセッションは長丁場残りあと7周という表示になっています。さあ残り7周の6コーナーでついにトップ争いが動き始めてきたか。これまで山下がラップリーダーを重ねてきましたが、その後ろにつけていた今川が6コーナーで動いてきます。14周目、ここでゼッケン38番が再びラップリーダーに立っていきますが、ホームストレートから1コーナー、再びここで山下が前に出ていきます。この3番手争いの5台パックもレース終盤に向けて少しずつばらけ始めてきたでしょうか。さあバックストレートへと入ってきました。ゼッケン26番金子周の後ろ、ゼッケン33番石川春太でしょうか。この辺りも3台パックでのバトルでモナコヘアピン。さあここに今ゼッケン11番の鷲山圭介も含めてのこの3台バトル、バックストレート1本分のリードを広げてきました。トップ争い2台、2番手3番手との距離はもう十分に空いています。これはもうトップ争いは一騎打ち、直接対決で残り3周へと入っていきます。さあそして表彰台をかけての3番手争いもゼッケン22番の東幸太郎とゼッケン25番高橋直人、さあここも表彰台をかけての3番手争い。
トップ山下が帰ってきまして、残りはあと2周です。残りは2周さあ今川はどこで山下に襲いかかっていくのか、山下守れるのか。07タイヤ1セットをかけたこの直接対決、3番手争いも高橋と東幸太郎、さあまだまだここもやり合っています。さあ今最終コーナーを立ち上がりまして、ゼッケン6番ティームオーガスト山下優を先頭にファイナルラップへと入っていきました。2番手今川、さあこの一騎打ち直接対決は2コーナー、まだここは動きは出てきておりません。2コーナーから3コーナー、今川もしっかりと後ろに張り付いたままチャンスを狙ってはいきますが、山下のこのペース、さあ後ろに張り付いたぞ、バックストレート、さあ完全にスリップに入っている、スリップに入っている、抜け出ていけるか、6コーナーブロックラインを取っていく山下、さあここはクロスを使ってモナコにインサイド入っていけるか、入っていけるか、ここはブレーキング勝負、入った入った、ホイールトゥホイール、接触をしながらアウトから、アウトから山下が漕いでいく、山下がトップチェッカー。そして3番手争いも東幸太郎が高橋をかわして3番手となります。山下、今川、そして東、高橋直人が4番手、吉田香織が5番手、6番手に小松響というような上位陣、 SS クラスのデビ2終了となります。